空気穴を抜いた後の段ボールのたくさんの丸です。色を塗っていない段ボールの丸を剥がします。そしてこれを2つに折ります。もう一度2つに折ります。これで中心が取れました。中心を取った紙を段ボールに重ねて真ん中に千枚通しで穴を開けます。穴を広げます。フランクフルトの棒です。もしなければ割り箸を半分に切って削って使いましょう。穴にまっすぐにフランクフルトの棒を通していきます。棒に糊をつけ、ちょうどいいところで留めます。これで乾けば出来上がりです。しばらく置いておきましょう。乾かすときにはこんな段ボールを組んだ台があると便利ですね。十分乾いたら回してみましょう。